ちょっと待ってケロ。飲食店やオフィスなどで使用されていたパーティションのリサイクルを模索する会社があります。待ってケロケロケロスピ。アクリルなどでできているパーティションを砕いて溶かし、再びアクリルなどの再生。お風呂入る前にさ、ショールームするって送ったんだけどさ、なんかこの時間なら余裕だろうと思ってて、思ってたんだけど、なんか全然余裕じゃなかった。再資源化できるものであるということを周知していただきたいですし、東京都は国に対しパーティションを回収しリサイクルする仕組みを作るよう要望していて、大量廃棄を防ぐ仕組み作りが急がれます。来月8日から新型コロナが5類に引き下げられることで何が変わるのか改めて、ね、コロナ5類に引き下げられるんだね。ですが、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることです。で、厚生労働省は発症の翌日から5日間の外出自粛を推奨しているんですね、また濃厚接触者の特定というのはなくなることになります。ということは濃厚接触者の外出自粛というのも基本的になくなるということ、そういうことですね。でこれまで無料だった検査や外来での医療費についてなんですが、患者の自己負担が支給することになるんです。また厚生労働省によりますと、飲酒して見えてたらやばいやろ。え、マジで見えてた。全国およそ9名の病院で入院できるようになる見通しです。ただオミクロン株とは病原性が大きく異なる変異ウイルスが、反射して見えるとかある。5月8日ホルモンに、いや見えないでしょ、ビビらせないでよ、怖いな。最初は次の話題です。メジャーリーグです。今日は侍2人が大活躍。ごめんね、バッコンでごめんね。大谷翔平選手は3試合ぶりのホームラン。さらにいや、リラさん20分からやるって言ってるよ、言ってたよね。10分じゃなくて。やばい、この時間帯にお風呂入ってんの偉い。リラ、衝突き投資でした。疲れた。まださ、何も食べてなくってさ、昼ご飯はちょっとおにぎりとか食べたんだけど、リハーサルですか、忙しい。明日は投資2回やりますね。明日は投資2回やって終わりかな。明日は割と早起き。割と早起きです。今日昼稽古行く前に
ショールームやってたけど、なんか帰ってきて疲れ果てて寝るかなと思ったけどね、意外と元気だった。でもね、今日一生月投資やってね、めっちゃ噛んだの。めっちゃ噛んじゃってさ、なんか悲しかった悲しかったっていうか、もうなんか今日集中力全然なくてなんかド忘れみたいなめっちゃ多かった今日。すっごいド忘れしちゃった今日。なんか今日は初めて効果音、なんかちゃんとしっかりした効果音 SE っていうんだけど、なんか効果音とかも入れて、なんか今日はやったりしてたのね。そうで、なんかタイミングとかが「あ、ここがこう来るんだ」とか、なんか本当アホだから、なんか演技中に全然違うことを頭の中考えてて、でもその時はちゃんとセリフ言えたんだけど、マジで違うこと考えてて、なんかマジ やばかった、やばいやばい、今勇みだと思っていたんですけど、今日は危うかったね。まあでも明日が結構しんどいですね。明日が2回稽古投資あるから、明日を乗り越えればって感じはあるね。いやね、とうとう来週の今頃はちょうど舞台本番ぐらいかな。ねえリラさ、夜ご飯買いに行きたいんだけどさ、一回切った方がいいかな。食べよう。ウニもご飯食べてる。うん、まだ食べてなかった。10時ぐらいに帰ってきて、でちょっとダラダラして、で
でお風呂入って今っていう感じだからね。まだね食べてないんですよね。みんな今日何食べた？なんかさ、もう寿司とか食べたい寿司とか食べたいんすけど。何食べたの？みんなは今日。パスタいいね。いや、コンタクト入ってるよね。入ってるよ。いいな、チキン南蛮とか食べたい。リラもチキン南蛮いいな。なんか結構今無気力かも。何にもやりたくねーってなってる。この家ね、今何もないんだよね。開けてるから人の声聞こえる。眠いのかな。眠いのかすらも分かんない。でもお腹は空いてる。ね、ここの指がさ、なんかバイキンが入ったの、バイキンとか久しぶりだ。バイキンが入ってるのかさ知らないんだけどさ、なんかめっちゃ痛い。なんかささくれができたみたいな痛さしてる。中華イカのサラダ。お茶漬けはあるんだけど、ご飯がないんだよね。ね、あのさ、なんかさ、2週間前ぐらいか、2週間前ぐらいの話なんだけどさ、なんか友達がね、お家に来てて、でなんか家でまあ焼肉食べようっつって焼肉パーティーしてたので、なんかお米炊こうってなって、午後炊くって言ったの。午後炊いて冷蔵庫にラップしてしまうからって言って、
午後を炊いたのね。なんかそしたらなんかそんなキッチン広くないくって、なんか炊飯器もなんか使わないから普段炊飯器、タンスの中にしまってな、午後を炊いて毎回冷凍してるんだけど、ご飯なんかお茶漬けとかなんか食べれるように、急に急にでも。急にやっても食べれるようにやってるんですけど、なんかこの炊飯器邪魔だねってなって、なんかああ冷凍しよう、冷凍しなきゃって思ってたら、なんか冷凍しといてあげるよみたいな、言ってくれて、あ冷凍してくれんのありがとうって言ったらなんか見てほしい、マジでさ、もう料理したことないのかって思ったんだけど、なんか冷凍じゃなくて、なんかこれにね、これに入れてね、冷蔵庫に入れてんの。なんでこれジップロックか、ジップロックに入れてね、見て、もうアホでしょこれ完全にこれさ2週間ぐらいさ冷蔵庫に入ってんだけどさ、これ食べれんのかな、絶対無理だよねこれ、食べれないよね、もう捨てた方がいいよねこれ。しかもさ比率やばくないもうさ、これで絶対1合ぐらいあるよ。もうバカでしょこれ、もったいないほんと。しかもさ、もうパサパサ、もうパラパッサパサ、絶対これ、冷蔵庫に2週間ぐらい入れてる、これもう見て、だって音が見て、パッサパサなの。チャーハン食べたいな、なんかさずっとチャーハン食べたくて、美味しいチャーハンが。そしたらさ、ゆうちゃんがさ、なんかチャーハンがどうのこうののインスタのストーリー上げててさ、開けて匂い嗅いで臭いってこと。マジでアホだよね本当に。なんかもう最近その友達と会ってないから、会ってないし、今連絡も取ってない、連絡取ってないっていうか普通に LINE してないだけなんだけど、なんか送りつけてやりたい、これこれマジやめてって、もったいない本当に。もう次から教えてあげたいと、絶対これ1号ぐらいあるよね。もういいけどさまあいいけどさ別に。でもマジでなんもないこの家。ないな。何これ、自炊をしない人間の
末路、食べるものがない。ウニは怖いから、ウニ用のフード以外あげられない、あげられない。見つけてそのまんまにしといたの、まんまふう。なんか食べるかなって思ったの。食べるかなって思ったんだけど、食べなかった。さっきいっぱい遊んだよね。ここから出せって言ってる。ここから出せ。ちなみにここから出せっていうセリフがあるのね。ここから出せ。ラーメンもある、袋のラーメン。けど、あとは何だろうな。人参しりしりぐらいだったら作れるかも。卵はあって、あと人参しりしり、人参しりしり作り方。人参、溶き卵、醤油、みりん、砂糖。作っちゃう？作っちゃう？夜中クッキングやね。人参しりしり作っちゃう？でも今ね、台所が荒れてるの。それこそ焼肉した時に、なんかうち変なとこ潔癖だから、なんか洗い物すっごい嫌いなんだけど、でもこれは何回も言ってると思うんですけど、なんかキュッキュッってなってないと嫌で、もう人に洗い物させたくないのね。なんか自分より潔癖な人じゃないと洗い物させたくなくて、こうキュッキュッキュッって音が聞こえないと洗い物したくないから、あ、大丈夫、リラがいるからマジ洗い物しなくていいよって言って、じゃあ洗い物しなくていいならせめてご飯だけはなんか冷凍しとくよって、あんなパラパラご飯のと出来上がりだったんですけど、配分おかしいし。そうで、リラがやるって言ったけど、リラ本当に洗い物嫌いだから、リラがやると言いつつ洗い物全然やってないから、ちょっとキッチン
しいね。でもさ、お腹すいた。なんかもうさ、買いに行くのもめんどくさいよね。買いに行くのも非常にめんどくさい。とりあえずヘアオイル塗ろう。やっぱ買いに行くか。またこっから洗い物とかしたらまた。またもういろいろ時間かかって、いや今日はね早寝したいの、明日早いから。で明日はなんか久しぶりにまかないに行こうかなって思ってて。終わった後にね、明日は多分早く終わる気がするから、明日はねいつもより早いから。友達に会いたくて、めちゃくちゃ。ねえに友達に会いたいから明日終わった後にまかないに行って、ちょっと友達とリフレッシュしたいの。だから今日は早く眠りたい。なっていう感じですね。けどね、私はこうやってね、なんかダラ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 ショールームやってるのが好きなの。こうダラダラまったり、ダラ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 。なんか急にまかないいけるのって思うけど、なんか私が何をしてるかその店長が分かってるので、めちゃめちゃ融通が利く素敵な素敵な。まかないなんですけど、まあ今月はまあこういう理由で、まあ全部出れないんですいません。いや2回ぐらい行ったかな。いやいや、ん ?2 回じゃないな、いん稽古始まって、稽古始まったのが中旬ぐらいからで、その上旬は行ってるか、4月の上旬は行ったんだけど、そうもう中旬から全然行けてなくて。ねえ、ウニ
そう、なんか着たい時にいつでもいいよみたいな感じだから行こうか、ま、悩んでます。明日はなんかまかないに行く、なんかもう働きに行くんじゃなくて、なんかシンプルになんか人に会いたい。なんかそのまかない中は本当ただただ普通に働いてるけど、なんかこうすごいおしゃべりしてる時間が私はめちゃ好きなんですよ。こう終わってからちょっとおしゃべりする時間とか、なんかこう暇な時におしゃべりする時間がなんか好きだから、もう働くのが好きってよりかはもう人が好きで似てるって感じかな。なんか今日もそう仲いい友達から連絡来て、最近、まあ、1個上なんだけど、最近元気してるみたいな LINE を、うるさい、くれて、そう話したいこといっぱいあるよってLINE くれてね。ねえ、餌落としやがった。そう、本当におしゃべり好きなの私。なんかおしゃべりとかなんかこうダラ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 、なんかわけもなくこう人といる時間が好きなんですよね。なんか一人の時間なくても死ぬけど、人と誰かといないと死ぬってのもあるね。だからね、結局私って寂しがり屋なんですよね。あとね、最近ね私がハマってることがあって、人の血液型を当てるゲームを一人でこっそりやってます。その今回の舞台のなんか女優さんとかキャストの方で、この人何型っぽいなとか、この人何型だろうなみたいな、なんか勝手に自分で予想して、ねえねえ何型って言ってなんか聞くっていうなんか遊びを勝手にやってます。
なんかオムライス食べたくなってきた。めっちゃオムライス食べたい。この時間にさ、オムライスウーバーイーツないかな。いや、友達に会いたいわ。めっちゃオムライス食べたい。なんか誰かオムライス作りに来てくれないかな。なんかね、オムライスってオムライスが食べたいんじゃなくて、なんか人が作ったオムライス食べたいの。わかる？この気持ち。なんか喫茶店のオムライスみたいな感じ。イメージとしては。みんなコメント来なくなっちゃった。なんか最近すごいね、気になるオムライス屋さんがあるんだけど、なんか今調べてみたら、なんか全然店舗ないから言うのやめとこう。引っ越したらいいよ。めっちゃ気になるオムライス屋さんがあるの最近。なんか歌おうかな。歌おうかコンビニに行くか、どっちかやな。オムライス売ってるっけ？なんかめっちゃちゃん、もうさ自分で作るしかないか、そんなこと言ったら。でもね、オムライス作るにしても買いに行かなきゃいけないな。でもこの辺に1時ぐらいまでやってるスーパーがあるから。
そこ行って冷凍ご飯というか佐藤のご飯みたいなの買ってくるか。もうそれか、もう寝る寝るか、どっちかだね。でももしかしたらお腹が空きすぎて寝れない可能性もやっぱあるんでご飯、しかもさ、なんかご飯食べるためにさ一日さ頑張ってるみたいなところがあるから。なか卵はねあんの、3卵ぐらいあるので、でもね話変わるけどね、本当に今回の魔獣ドナーの舞台は見に来ていただきたくって、なんかこの魔獣ドナーの舞台、まあ、今回主役で立たせていただくんですけど、これ魔獣ドナーやったら次いつ舞台やるかもわからない、 もしかしたらやんないかもしれない。もしかしたらやんないかもしれないし、やんないのかな、もう舞台っていう感じだしまあなんか主役っていうことで今回見せ場もすごく多い感じになっているので、来てほしいなっていう感じです。なんかこの魔獣ドナー終わってからなんか1作品お話、舞台のお話をいただいてたんですけど、あまりにもスケジュールがタイトすぎて、初日が5月末くらい、5月末くらいでなんか余裕がもう全くなくて、その舞台、魔獣の舞台終わってもう一日も休みがなくすぐ稽古とかだったんで、あ死ぬなこれって思って、とでも自分に余裕がなくなると結構あーってなっちゃうんだよ私。それはまたちょっとまた次回の公演がありましたらお願いしますみたいな感じで、まあそのそちらの方は出ないんですけど、でももうそれぐらい魔獣に結構今全力を注いでおるので、本当これだけは言える。マジで
この舞台出たら次いつ舞台やるか分かんないから、もしかしたら6月とかにやってるかもしれないけど、でも今のところ魔獣で終わったらもう舞台の予定は今のところないので、絶対とりあえず1回は見に来てほしいですね。1回見てよかったなって思ったら、まあ2回3回って見に来てくれることもお待ちしてますし、とりあえず待ってます。でも私仕事でメンタル病んだことあんまないな。仕事でメンタル病むのはあんまりないかもしれないね。ねえウニ、ご飯食べてる。結構ね、人間で病むかも。人間関係とか病むとしたら、なんか仕事とかそういうのに関してはメンタル強いかも。なんか多分悪口とか言われてもなんかそこまで響かないかも。この人はリラのこと何も分かってないなって、もう軽く済ましちゃう。軽く済ましちゃいます。メンタルはマジ強いと思う。そっちの仕事の方が悩んでたら、どうなんだろうね。なんかそこまでメンタルズタボロにされた経験があんまないからわかんない。本当はメンタル弱いのかもしれないけど、わかんない。どうなんだろう。つってメンタル強いのかな、弱いのかな。ねえね、どうなんですかね。わからないわね。みんなから見てどう見えるんだろうね。ねえね、もうさ、ひたすらさどうしようか考えておる私。強い、やっぱ強く見える。でもね、メンタル強い方がさ生きていく上で楽だよね。あー詰まったね、またね、自分の気がね。うちブロ、なんか最近ブロックするようになってた。なんか
なんかさ、本当にさ、LINE の友達の人数増えるのがマジで嫌すぎて、私なんか、あ、この人多分連絡取らないんだろうなみたいなとか、マジでも最近ブロックしちゃった5人ぐらい。なんでなんだろうね、すっごい嫌なんだよね、人に LINE 教えるの。5人ぐらいブロックしたね最近。あと5人ぐらいブロックしてもいいなって人いる。これ前も言った気がする。でもね、5人ブロックしてもね、63人もいるの友達。やだ。でも63人って少ない方か。なんかこの仕事してる人ってめちゃめちゃ友達多い気がする。なんかもはやもうさ、100人ぐらい超えたらさ、なんかなんともないんだと思うんだけどさ、なんか10人とかだったのけどね、なんか気づいたらね、なんか60人ぐらいになって63人とか、50越してからめっちゃ気になり出すようになった。なんか友達こんなにいるの嫌なんだけどって。でもさ、 LINE 教えるからにはさ、なんか LINE したいじゃん。 LINE 教えるからにはね。そう、なんかだから別に LINE しなくて、しない人だってさ、 LINE する人とかさ、なんかどう頑張ってもさ20人ぐらいじゃん。なんか20人ぐらいだったら20人としか LINE しなくていいかなって思っちゃうからさ、じゃあだったら20人だけでいいやんって。リアルさ、みんなさ、友達の LINE の友達の人数さどれくらいですか。なんかたまにいるよね、 LINE やらなくてなんか本当に電話番号のショートメッセージだけで吸うみたいな。人とかたまにいるよね。なんかそういう人ってめちゃかっこいいなって思う、私的には。でもね、私ね、なんか仲いい人とかと LINE するのはすごい好きなの。なんか気使わない LINE、 気使わない LINE ができる人が好き。343人多いね、めっちゃ多いやん。343人は わざとわざとエキスパート、私の心も解いてよ、タイムラインは君ばっか。ラビュー、ラビュー、ラビュー。なんかさ、あんまり連絡取らない人入れても10人いなかったよ。LINE の友達？マジ？
まずい。ままままマジ。そんな少ない。そんな少ないの。ねえ、 LINE ブロック、 LINE さ、ブロックしたらさ、 LINE 電話かけたらもうさ、わかんないのか。 LINE ブロックしたらさ、なんかブロックされたの知る方法あるやん。あ、でも友達の LINE はマジ2人しか持ってない。地元の友達の LINE、ウーバー、最近ウーバーイーツしてないね。ウーバーイーツ高いもんだって。地元の友達はマジ2人ぐらい。2人だけ。なんか地元の友達はなんか DM ばっかかな。インスタの DM、 インスタの DM で連絡来るから DM で返すみたいな感じですね。なんかさ、うん、いや舞台2人しか知らない。今回の舞台魔獣ドナーで連絡先交換したのは2人だけかな。うん、2人だけ。まかないの子は、うん、1,2,3,4,5。 まかないの子は5人だけ知ってる。このRIN だ、今 LINE の友達。2人しか知らないね。なんか歌ってから終わろうかな。なんかさ、平日だよねまだ
なんか土日の感覚だったけどさ、まだ平日ですよね。みんなもう仕事だった忘れてた。ジタバタない気がする。ジタバタってあるっけ。ジタバタの2番わかんないんだけど、リラないよ。やっぱジタバタないんだよね。そうじゃん、金曜日さ、みんな頑張ったらゴールデンウィークじゃん。ね、なんかさ、最近さ、おパンチュウサギっていうさやつ流行ってんの知ってる？ごめんね、全然話しとんね、ごめんね。ね、あのおパンチュウサギってなんであんな流行ってんの？何流行り、おパンチュウサギって。なんか最近歩いてたらさ、多分だけど、リラの記憶が正しければ多分なんだけど、最近歩いてたらさ、なんかおパンチウサギっていうキャラクターがいるんだけど、変なウサギのキャラクターが、なんかおパンチウサギの広告が流れてて、街中でおパンチウサギってそんな有名なのと思って。本当ごめんね、どうでもいいこと話してごめんね、マジで。ちょっとチョコ食べたい。明日は早起きしてメイクしながらお昼ショールームできたらいいな。ねえ、ウニ半目で寝てるんだけど怖い。半分目開いて寝てる。なんか歌ったら終わるか。ちゃんとリボンに着替えた。うん、息は入ってる、全然してる。ただ半面に出てる。羽生じゃないよ。羽生じゃないよ、大丈夫。
パジャマ。これ歌おう。いきます。心は丸見え、沈んだその声漏れる Love You。 傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。隣もいいよね、明日いいことあるかもしれない。影は消えない。いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが、太陽が沈んでく瞬間、最後は残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、じゃあね Miss You。 切なくてただ痛くてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろう。心を消毒してるんだ。辛くなるだけの恋のウイルスは洗い流してしまおう。失恋をしたその数だけ、人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。悲しみは置
いでゆこう。ほんの少しだけ止まりもいいよね。愛したいことあるかもしれない。もう少し強くなれたら、そうきっと君にも見える。幸せが君にも見える。グリーンフラッシュ。グリーンフラッシュいい曲だよね。グリーンフラッシュ一回見てみたいな、あのガチのグリーンフラッシュ。あ、グリーンフラッシュってあの見れるって言うじゃん。なんか見れる土地に行けば緑のなんかオーロラみたいなやつ、グリーンフラッシュ、それ見てみたいなって。オーロラ見たいリラ。そう、自然現象。ウニはね、半目で寝てるよ。オーロラ見てみたい、マジで。生きてるよ、死んでないように。ウニマル、北極に行ったらさ見れるの？ウニマル。ウニマルじゃない、オーロラ。やっぱお腹すいたわリラ。お腹すいたから、ショルマットなんか買いに行こう。毎曲歌って終わろうかな。いや、日本では見れないのかな、やっぱ。グリーンフラッシュは太陽が地平線や水平線等に没しようとするとき、太陽が最後に放つ緑色の陰光。グリーンフラッシュ。スウェーデン、デンマーク、フィンランド。だから寒い地域で見れるのかな。
地域が多いのかね。なんかバラード曲歌いたい。最近言ったよね、バラード系の曲にハマってるって聞くの。これ歌いたい、久しぶりに。オーロラって日本でも見れることあんの？マジ？ガチャ？そう、なんか好き。鹿児島で観測されたことがあるって。オーロラ？そうなんだ。リップ塗った、今更。タイマース。うん、花は何を思い静かに咲くのだろう。語ることもなく風の中で、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。なんか一人気になってた。僕と同じ匂いがする、似たようなタイプと遠い場所から想像していた。話してみたいって思ったけれど拒まれそうで、僕はためらった。君のどこに惹かれ心が揺れるんだろう。私生活なんて知らないのに、肩肘も離すに空を見上げている。鳥たちが横切った時も孤独だと感じずに、それまでの季節で声にしなかった叫び、太陽が隠れてる時に寂しくはなかったか。人は誰も変わってゆくけれど、土に根を張って
だけど全然高すぎてあんま歌えない。だから君が好きなのか。だから君が好きなのか。だから君が好きなのかって曲、私が卒業公演の時になると2人で歌ったやつです。聞いてみて、いい曲だよ。だから君が好きなのか。そろそろ終わろうかな。気づいたらもう12時45分じゃん。ではランキング読みまーす。まだ平日ね、まだ平日だからランキング読みます。13位フグターさん、ありがとうございます。で12位が夜青龍さん、ありがとうございます。で11位が長崎在住のニャンサイジンさん、ありがとうございます。で10位がコウさん、ありがとうございます。で9位が虹色のおそらさん、ありがとうございます。8位がグアポさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。そして7位がキングスさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして6位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で5位がふくくさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で4位が662 BPM さん、
ありがとうございます。そして3位がとりあえずさん、ありがとうございます。そして2位がヨッシーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がツインピーマンさんです、ありがとうございます。告知タイム、舞台魔獣ドナーカンナギが5月3日から5月7日まで新宿村ライブの方で、上演いたします。私は道玄勇美ちゃんという主人公を演じますので、ぜひ皆さん来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、あとアクトポップって言って、お花の代わりに今回はお花